カントジフォー街角に行ってるやっぱり合わんな。え、どうですか、どうですか。なんか記憶、まあ俺も2人もあれ、なんかいろいろ山梨のさ、古民家あ行ったね。で、あの時に、まあ多分今も写真が残ってて、うん、あれだった。で、その時に、まあそれこそ前回のあの、ホール公演のアーシャを撮ろうっていう、チラシのね、あのフライヤーのアーシャを撮ろうっていうことで、ね、プロのカメラマンの人と一緒に、いろいろ山を散策して、だからライブ前に撮ったもんね、あれ。撮ったね。そう。で、朝、結構早く起きてさ、前の日とかもうすごい遅くまで、なんだかんだやったのに、次の日すごい朝早く起きて、それで写真を撮りに行った時の、なんかあの時の空気感っていうかね、すごいすがすがしかったな、みたいな。そういうの覚えてるね。うん、やっぱりあの時のゴンちゃんの頭がどうしても忘れられない。ぜひぜひあのこう写真を今載せてほしいけど。散々載せてきてるけどね。散々載せてきてる。ダメ。あれが本当は。いやなんかあの時はね本当に何の違和感っていうかね、まあいつもあだと思うねゴンちゃんね。いやでもね、思い出したのはその古民家の時にグワー行ったんだよ。そう、その日の前の日かなんか多分。ああ古民家の前の日ね。なんですごいなんか血迷ったなっていう。いやでもあの古民家良かったですね。古民家良かったね。めっちゃ良かったね。なんか、ね、地元の人もすごくいっぱいいろんな人とこう触れ合ったなっていう記憶がある。うん、すごい楽しくれてたよね、お客さん。うん。なんかもう、終わった後にね、必ずこう打ち上げというかね、もうね、うんうん、みんなでね。そう。なんかそういうのがまた、いいよね。いいね。そう。うん。今治ね、今治もな、懐かしいな。今治。今治は本当にもうあれだね、あのあれ今さっき見たら年末、うん、年末行ってるね、ほぼ年行ってたよね、うん、で2007年も行ってるもんね。コラジオだったのかもしれないけど、いや2007年の年末が3人で行ってる。あ、そうか、うん。ね、全員がもうお客さんも一緒にもう床にこう寝転がってここにさ写真構えて、なんかみんなでこうやって写って写真がたまたま出てきた。ああ本当に。うん。そうそうそう。それ確かにあのあれかも、映像の時と違うかもしれない。あね、その向こうのミュージシャンの人たちね。うん、台湾といったりするのもね、聞こえにくかったりとか、そういうコミュニケーションも良かったね。ね、ほんと。今回は合計17歳から多分考えてるね。はい、1回ね。そうね。あー。回数的に一番お世話になってるかもしれない。そうですね。ね、うん、まあ、うん、なんかツアーっていう関西経由して今治に行くみたいな印象がすごくある。
そうね。はい、じゃあここまでね、見ていただきましたけれども、過去の旅特集でですね、我々の本当やよくいろんなところにね、行かせていただいて、いろんな人とお会いできて、ね、またこの旅がね、今後始まるわけですよ。ね。そうね。楽しみです。もうね、バッチだよ、車も35万キロだから、まだまだ走るよ。それすごい。そうね。ね。こう、今回からは、ほら、車3台で行けるから、俺も。あ、そうだね。3台バラバラで行くの。バラバラで。交通費。まあでも、ほんと、旅ですよ。旅。もちろん、ね、この、関東も僕らにとっても旅だし、うん、全部ね、うん、全てが旅だ、ね、こっちでね。そうだね、東京で、ね、のライブでも会いたい人いっぱいいるし、やっぱり、ね、今からすごく、ね、待ちわびてくれてる人たちもありがたいことにいるし、うんね、少しずつ少しずつ、ね、積み重ねていってっていうのができるかなっていうふうに思いますね。なんか10年ぐらいこうねブランクっていうか当てないその時間っていうのあるけど、あんまりねそういうその間が空いてもう疎遠になってしまったなっていう感覚が不思議とないよね。この半年で待ってた人たちってなんか、あ、そういえばもう連絡してなかったなみたいな感じで、なんか勝手にこっちはもうすぐ繋がりそうなイメージでいて、まあ実際わかんないけどさ、まあまあ、でもなんかうん、またこうすぐに会いに行きたいなと思うし、またそこからね新しいつながりがこう広がっていけばいいなと思うし、ね、そうですね、うん、でまたそこでねどんな場所をねみんな地元ですごくこうまた展開してる人たちも多いと思うし、すごくいい刺激をもらえたらね、うん、僕らもいいですよね、うん、本当に ね、まあ、まあね、街角チャンネルということでね、そうね、 YouTube も使って、うん、まあもちろんライブ音楽がメインですけどね、うん、まあ僕らがしたいことっていうのはね本当に人に会いに行ったり、うん、まあ空間に会いに行ったり、うん、そういうまあ音楽をきっかけにそういうまた人とのこう出会いだったりね、うん、うん、もう一歩先のことも何かたくさん想像してやっていきたいなと思ってるので、うん、どうですか？いや、 やっぱりね、せっかくこういう YouTube チャンネルを、街角チャンネルもね、から、これをほら発信するだけじゃなくてさ、いろいろあるよね、コメントもらったりとか、まあそれこそその YouTube のコメント欄だけじゃなくて、ホームページの方にね、なんかこうリクエストとかさ、この3人、ごけ3人組でこんなことやってほしいとか。あ、いいね。ね、そういうのを見るとかどう？いや、いい、ありだと思う。もんちゃんのバケツパフェ食べるの見たいとかね。それ、まあ、昔あったね、ツアー中ね。ごめんね。まあ、なんか、ここならではのパーソナル的なね、見せ方もできるかもしれないし、うん、まあ、あとはね、こう、もちろんこう演奏を、ね、こういう場所に行って、見てほしいとか、前に旅したらこんないい場所あったんですよとか、うんうんうん、なんかそういうふうに、ね、いろいろ情報を、なんかね、こう、いろいろ提供してもらっても面白いですよね。そうだね。なんか一つのやっぱり特徴としてさ、うち、関東中は、本当にアコースティック楽器の3人なんで、うん、ね、あんまりこう、大掛かりな、その、装置とかもいらないし、ドラムとかパーカッションみたいなセットも必要ないし、照明も別にね、なくさっていいもんね、これはね。それでは皆さん、次回もお楽しみに。またどこかの街角でー。